去年電車で大声で喋る男が、うぜと思ったら、えらい日本語達者な白人の兄ちゃんだった。兄ちゃんは、隣の日本人のおっちゃんに、何か必死に訴えていた。以下兄ちゃんの発言抜粋。日本人は、外国製品を褒めるが、僕たちにとって日本製品は憧れ。バイクも、日本人は、アメリカやイタリアの製品を褒めるが、僕たち若者にとっては、川崎やホンダこそが最高にクールだ。ビリヤードの球だって、欧州のトッププロは、みんな日本製品を使う。デザインがいいし、何より質が高い。日本人は、もっと日本製品を大事にした方がいい。えらく、ビリヤードとバイクにこだわる兄ちゃんに和んだ。日本は、ビリヤードの球まで作っているのか。砲丸は聞いたことあったけど、ビリヤードの球はマニアックな情報だ。ビリヤードの球、多分その白人はアメリカ人でポケットのことを言ってると思うけど、はカスタム、特注は何百万円で取引される。確かタッド・コハラって日系人は有名。注文して1年とかざららしい。タッド・コハラさんは2013年10月17日に亡くなりました。タッズ・カスタム・級は、日系アメリカ人のタッド・コハラ氏が設立したカスタム級メーカー。日本のプロや愛好家に古くから愛された級職人。最高級クラスに属しており、手作りの職人技を誇る。クラシックなデザインながら、職人の良心を感じさせる丹念な仕上げと厳選された素材の採用により、常に、最高級品として定評がある。現在は息子さんが技術を継承している。